改めましてよろしくお願いします。転校生くん。そうですね、僕はこの場にはいませんでした。スペインにいたので。この時期はもう一人で生き延びることだけ考えていましたね。でも今だって余裕はないですよ。落ち着こうとするのが精一杯です。ここで命を落とす人々の運命に逆らおうとしているんですから。あなたはかつて第八次侵攻で死ぬはずだった命を救ったと聞きました。だからできるんだと思います。あとは僕がそれを信じるだけ。今も頑張って信じようとしています。あなたと組めるなら、かつては絶望の最中であったこの時もきっとなんとかなる。そう考えないと救うことなんてできないですよね。梅お姉ちゃんも、リンゴお姉ちゃんも、シソジュッケのみんなも、僕にもっと力があれば救えたかなと、今も悔しいんです。独りよがりではありますけど、そういう気持ちは、やっぱりあるんです。命を懸けて、ゲネシスタワーの人々を救いたい。それに、そっちの僕があなたにとても好意を持っている理由も、今回の作戦で、はっきりわかりそうですしね。ええ、頑張りましょう、転校生くん。倒しても倒しても、キリがないですね。いえ、大丈夫です。僕はまだ魔力が余ってますから。でも、やっぱりあなたという存在はとても大きいです。安心感が違います。魔力の残量も気にしなくていいというのももちろんありますが、みんながあなたを信じているのがよくわかる。転校生くん、止まってください。魔物の進軍に異変を感じます。そうでしょうね。おそらく武蔵が近づいているのかと。壊滅した世界とは条件が異なっているので確実性はありませんが、ここで判断を誤るわけにはいきません。行きましょう、転校生くん。武蔵の元へ。万が一があったとしても、僕が欠ける程度ならそこまで影響はないでしょう。もちろん欠けるつもりはないですけどね。生き残らないと意味がありませんよね。今なら信じられます。僕の力で武蔵を止める。ジェイソンさんができなかったことを今僕がやらなきゃいけないんです。大丈夫です。僕はシソジュッケです。誰も死なせません。では行きましょう。